ブランデンベルガー少将とマンシュタイン上級大将、エーリッヒ・ブランデンベルガーは、ナチスドイツの軍人。ドイツ国防軍陸軍総公兵大将。1892年7月15日、シュバーベン地方アウクスブルクに生まれる。公兵将尉として第一次世界大戦に参加。第一次大戦では、西部戦線で戦う。戦後は、陸軍の長方部に所属する。 1939年9月のポーランド侵攻では、ラインの守りを担当していた C 軍集団第5軍所属指揮下で、師団を持たないアイフェルフ兵軍団の参謀長として参加。その後、1940年、西方への侵攻作戦では、A 軍集団第16軍、第23軍団でも参謀長として参加する。1941年2月20日、 第8総甲師団長に就任。北方軍集団第4総甲集団霊下の第56総甲軍団指揮下で第8師団長として6月のバルバロス佐作戦への参加をする。同年8月15日から16日の入り目にサイルガ包囲戦ではソ連赤軍第41軍団を殲滅した。この戦いでの極めて優秀な指揮能力を高く評価され、 1943年1月17日に第59軍団長、8月1日には第17軍団長に任命される。11月12日には324番目の白洋騎士十字章が授与される。1944年12月、第7軍司令官に就任し、アルデンヌ構成に参加し、1945年3月25日に、 第19軍司令官になって間もなく、連合国軍に囚われ、捕虜となる。1955年6月21日、ボンで死去する。ありがとうございます。